井ゆりです。私は今愛知県蒲郡市にありますボートレース蒲郡に来ています。こちらでは今月21日から26日の6日間にかけて SG 第26回グランドチャンピオンというとっても大きなレースが開催される予定なんだそうです。今回はそんなビッグレースが開催されるボートレース蒲郡の魅力をたっぷりご紹介したいと思います。とっても綺麗ですね。すごく開放感があって落ち着いた雰囲気です。そして私の後ろに見えます、あちら見えますか、あれはヨットの帆をイメージしているそうです。もうなんておしゃれな作りなんですかね。そしてこちら側には見てください、もうすぐにレースを見ることができるんです。こんな近くで見ることができるんですね。そして私の左側には大きなステージがあります。何でも SG レース開催時には選手のインタビュー、船券の予想会に加えて有名なタレントさんも来場して毎日楽しいイベントが企画されるそうです。これはもう待ち遠しいですね。さあ私も実際に楽しんでみたいと思います。難しいんじゃないかなと思っている方も多いと思いますが、実はとっても簡単、しかも一口100円で楽しむことができるんですよ。購入用紙はマークシート、難しい記入は一切ありません。開催場や掛け式、予想したいレースを選び、最後にゴールする順番を記入するだけなんです。そして現金を券売機に投入して初めて船券を購入したということになるんですが、実はさらにお得に船券を購入する方法があるんです。それがこちら、 e ージャンカードです。この e ージャンカードはキャッシュレスで投票することができるとっても便利なカード。入会費や年会費はなく簡単に作ることができます。カードにあらかじめ現金をチャージしたら、その後は現金の出し入れは一切不要。その都度現金を出していた煩わしさが解消されます。そして船券の購入が簡単になるということだけじゃありません。なんとこのカードで購入した金額に応じてポイントが貯まるのが一番の魅力なんです。ポイントは景品の交換や現金のキャッシュバックにも利用できます。使えば使うほどポイントが貯まるのは嬉しいですね。さあコンコースにやってきました。見てください、大きな水面ですね。そしてすっごい近いんですよ。こんな身近で観戦することができるんですよ。スタンドは海の街蒲郡を連想したマリンリゾートを感じさせる作りが特徴。リニューアルした大型ビジョンはこれまで以上に明るく見やすい表示になり、さらにボートレースを楽しむことができる環境が整っています。水面により近い位置に面し、1マークでのターンを観覧できるスプラッシュゾーンは一番のおすすめ。迫力あるレースを体感することができます。来ましたよ、来ましたよ。わーすごい、わーすごいすごいすごい、水しぶきがかかってきそうなぐらい近いです。わー、いや、 やっぱりボートレース場に来て直にこの近くで見れるというのは迫力があって楽しいですね。続いてやってきたのは場内にあるフードコート。多彩なメニューを取り揃えた飲食店が充実しています。その中でも注目なのが蒲郡漁港食堂。海の幸をメインとした丼や定食が評判の大人気店です。おすすめは地元で採れた魚を含め4種類の海鮮をかき揚げにしたこの商品。さあそしてこちらが蒲郡海鮮かき揚げ丼です。見てください、すごいボリュームです。わかりますか、すごい高さがありますね。
こんな大きいかき揚げ丼見たことないです。このかき揚げ丼、なんとお値段ワンコイン500円で食べることができるんです。いやー、ワンコインでこのボリュームはすごいですよね。ではいただきます。おいしい。サクサクなんですけど、中がねふわふわしてて、しかもタレがかかっていて、とっても美味しいです。このかき揚げ丼、注文してから揚げてくれるそうなので、すごく温かくてカリッとしてて美味しいですよ。美味しい食事で心も体も満たされた後は夜のナイターレース。そんなレースを楽しむことができる観覧席の種類もとっても豊富なんです。2階には少人数で楽しむことができるレンタルルーム、そして3階には快適な空間でゆったりとボートレースを楽しむことができるロイヤルシートや個室のロイヤルボックスがあります。ムード満点の中でボートレースを満喫することができるムーンライトシート、仲の良い友達とのプレイスポットとして、また大好きな恋人とのデートスポットとしてもぴったりな空間ですね。さあ、ボートレース蒲郡の魅力をお届けしてきましたが、いかがでしたでしょうか。私も実際に体験してみて、ボートレースの迫力、楽しさ、さらに充実したサービスに感動しました。そんなボートレース蒲郡では今月21日から26日の6日間にかけて SG 第26回グランドチャンピオンというとっても大きなレースが開催される予定です。一流のレーサーが集い、熱いバトルを繰り広げること間違いなしです。ぜひこの機会に魅力満載のボートレース蒲郡に足を運んでみてはいかがでしょうか。以上、高井由里がお届けしました。